コメグナーズボーです。カモシュートモイトです。クリスティアーノ・ロナウドに一番しばかれたビッグシックスはどこだーい。前回というか、うん、一月前ぐらいに、はいはい、メッシやりましたね。バーサスビッグシックス、うん、こちらやりまして、うんまあ、そちらの動画のね、コメント欄にちょっとロナウドでやってみてくれねえかと。なるほど。頼むよってそんな懇願されてる懇願されてるようなニュアンスの言葉を受け取りまして今回はちょっとクリスティアーノ・ロナウド、うん、もう所属クラブとかも全てですよ。ユナイテッド、スポルティング、マドリー、ユベントス全て含めて一番しばかれているビッグシックスはどこじゃいと。そして私今ビッグシックスと言ってますけれども、はい、もうユナイテッドがメインじゃないですか、多分プレミアとの対戦はね、なんで、ビッグファイブです、言える。まあそうですね。そう、ユナイテッド除いたビッグシックスの面々と、はい、それでは早速いらっしゃい、レッツゴー。前回同様ですね、3つの項目に分けて、ちょっと発表していきたいなと思っておりまして、はい、まずはですね、戦闘回数ランキング。はいはい。まあ、何回戦ったのって言ったところ。続きまして、ロナウド所属クラブとの対戦成績。はいはいはい。こちらのランキング。はい、そして最後に、ロナウドに得点アシストされた回数ランキングと。こちらの3つをやっていきたいなと思っております。はい。ちなみになんですけども、ロナウドは160クラブと対戦しまして、うん、119クラブから得点を上げていると。いや、すごい。こんな戦うんだな。160クラブ？そう、160クラブ。すごいね。今までで、すごいね。ぐらいで、そのうちの、まあ、大体 75%、4分の3の120、119クラブから点を上げているっていうところで、もう早速行きましょう。まずはちょっと、ジャブ程度に、対戦回数ランキング。はい。チームに行くにつれて一番戦ってるという。そうですね。第5位リバプール12回はい。ここに来てリバプールです。あ、そんなもんなんだ。そうなんですよ。まあ、言うて、リーグ戦とはいえ1試合、1年で2回じゃないですか。まあ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 。なので、まあここはリバプール。おおお。もうポンポンいきますよ。うん。第4位マンチェスターシティ14回はい。結構やってるイメージなんですけど、ユナイテッドと。毎年4回ぐらいやってる記憶があるんで、なんか。あー、なるほどな。ただ、まあ、カップ戦とか、うん、まあ、今ぐらいじゃない、うん、こう、カップ戦上で戦うっていうのが。うん、続きましてですね、第2位、同率で2クラブです。アーセルとチェルシー、15回と。もうシティと1差で。うん。で、アーセルとチェルシーに関しては、マドリー時代に対戦記録がありません。なんで、全部ユナイテッド時代での数字。まあ、そうだね、アーセルは、いなかった。いえ、違う。ばっか言え。そういうことちゃうわ。そういうことちゃうわ。まあ、これに対してね、まあもう、カットしてもいいんだけど、何が言いたいかっていうと、アーセルとチェルシーはマドリー時代含めず15回なんですよ。おだから、いわゆるユナイテッド時代カップ戦の上の方で当たってる回数とか、あとユナイテッド時代で CL で当たってる回数とかが、でも多いんだよね。昔ながらね。そうそうそう。思ったやつがね。そう、うん、ずっと強いから。うん、で、第1位。はい。スパーツ !18 回。これがすごいね。18回一番多いんすよ。なんでこんなやってんだ、スパーズ。一番多いんすよ。まあでも、マドリー時代でも4回、対戦したこともあるってことは、こちら口述するんですけれども、うん、まあ1位がスパーズであったと。うん、じゃあ、ビッグシックス以外だとどうなのっていうと、うん、一番多いのが、それ以外だとビラで14回。いわゆるシティと同じ回数。はいはいはい。ぐらいで、まあ、やっぱり上位勢は、ビッグシックスが多いよね、うん、と。そりゃそうだね。はい。うん、ちなみに、一番戦ってんのがアトレティコで35回。その次、バルサ34回。いや。で、3つ目が、バレンシアで20回まで落ちるんですよ。あ、そうだね。やっぱ、アトレティコとバルサが、戦うんだなっていう、リーガにいたら。強者同士は。そう。惹かれ合うもんですね。もうカップ戦で毎回やってるんじゃないかっていう。そうやってるもんね、風物詩ですから。そうそうそう。そんな感じで、アトレティコとバルサが、飛び抜けて多いよ、といったところでございます。続きましてですね。はい。2個目。ロナウド所属クラブとの対戦成績と。なるほど。こちら1位に行くにつれて、いわゆる勝ロナウド側の勝率が高い。なるほど。下の方がロナウドが苦戦していると。なるほど。いったところでですね。はい。第5位。はい。一番ロナウドが苦戦したビッグシックス。お。チェルシーでしょうね。もうこれは。いやもう。もうモーリーニョの頃の被ってっか。そうですね。あ、だから。その時期の、もう、テリー・ランパードロクバ。ねえ、イケイケの頃のチェルシーってやってますもんね。そうですね。こちらですね、5勝4分け6敗。勝率 33% といったところで。ロナウドでも、勝れてんだな。そうですね。価値がな。もうやっぱこういうデータでチェルシーめっちゃ強いんですよ。ね、強いよね。そう、本当に強いんで。
まあ5位がチェルシーであると。はい、第4位。はい。アーセナル。まあもう、ここだって時代が時代ですから、そうですよ、チェルシー、アーセナルは。アーセナルに関しては今言うてもですね、はい、7勝4分け4敗。おー。勝率で言うと 46%。はいはい、なんですけれども、こちら第4位といったところで、まあプラスアーセナル、チェルシーは先ほども言った通りマドリー時代戦ってないっていうのもちょっとあるのかなと。ああ、まあ確かにまあ一番脂乗ってる時期ですからね、ロナウド自身が。そう、うん、歴史的に見てもめちゃくちゃ強かった時期のマドリーと戦っていないっていったところでここのデータが出てるんじゃないかなと。なるほどね。第3位。はい。シティ。よし。はい、こちらですね、9勝2分け3敗、勝率 64%、あんま喜ぶことじゃない。ここに来てグッと上がりましたね。やっぱり、その時代的な話やな、これはな。やっぱりね、当時の、だってロナウドいた頃なんて、何年か。もう片田舎の。そうですね、まだシティが、本当に強くなったら多分10年ぐらいかな。そうだね。だと思うんで。まあ、アイルランドとか。そうですね。時代ですね。そりゃそうなりますか。そしてですね、1位同率2クラブというところで、うん、残りのスパーズとリバプール。スパーズがですね、12勝5分け1敗、はい、リバプールが8勝1分け3敗、両者ともに 67% 勝率と、トッツァミは1敗しかしていないと。18回戦って1回しか負けてない。お得意様やな。そう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 。たところでですね、他のクラブ、はい、ビッグシックス以外どうなってんのってことで、ちょっとこれに関してはデータが多すぎるんで、はい、何個かピックアップして面白いデータがあったんで、そちらを紹介したいなと思っております。なるほど。まだ先ほども出ましたアストンビラ、14回対戦してます。13勝1分け0敗。14分の13勝ってます。そんなことありえます？そうなんですよ。はい、続きまして、ニューカッセル。はい、12回戦いました。11勝1分け0敗。いや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 、やられすぎですよね。ウィガン、8戦全勝。ここら辺はね、飛び抜けて、ロナウド側の成績が良かったですね。あ、そうなんだ。そう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 。まあ、ニューカッセルではもうすでに、勝利してますし。今年もやってるかも。そう。すでに第4節戦ってゴールも決めてますし。ったところで、まあ勝率的にはアーセナル、チェルシーあたりは 50% 超えてないし、なんならチェルシーには負け越してはいる。ただまあ総じて、そう当時のね、ユナイテッドの強さもありつつ、まあ基本的には勝ち越してるよねというような状況でございます。なるほど。ちなみに、アトレティコとバルサの対戦成績、こちらもちょっと言いたいなと思ってまして、アトレティコはですね、35戦、17勝9分け9敗、勝率 48%。ああ、でも結構やっぱ、そうですね。こんだけやってる割には。まあ、勝ち数で言えば、これ勝率って難しいところで、負けと分けの数じゃないですか。はいはいはい。なんで、ちょっとやっぱ苦しくなるんですけど、まあ言うても35回戦って17回勝ってるし、9回は引き分けてるし。まあ確かに。そうそうそう。負け率で言えばもっと少ないけど。バルサ、34戦。はい。10勝9分け15敗。勝率が 29%。うわ、だから、はい、しっかり負け越してます、これバルサ。歴史的に一番バルセロナだ。そうですね。そうか、結構どっこいなイメージありましたけど。ただところで最後にですね、本番、はい、ロナウドに最もしばかれたクラブはどこと。おー。はい、こちらしばかれたという意味はですね、得点アシストの数です。一試合あたりの得点アシストの数が、最も多いクラブはどこだ。直接的にね。そう。ロナウドが関わったっていう。制裁が、下されてた。制裁制裁。鉄槌が降りたと。鉄槌が。そう。と、はいう、はい、ところでですね、第5位。はい、最も芝かれてないビッグシックス。はい。チェルシー知ってたでしょうね。はい。15回対戦しまして、はい、1ゴール2アシスト、で1試合平均だと 0.2 回と 0.2 点でございます。そんなことある。しかもですね、うん、プレミアリーグでは10回対戦してるんですけども、ノーゴール。はい、唯一のゴールは皆さんご存知 0708CL ファイナルでのあのゴールでございます。それだけ？それだけです。いや、そこを決めるね。そう、まあ、決めたところかな。ちょっとでかすぎる、でかい一発であるけれども、やっぱチェルシーってメッシロナを完封してるクラブですからね、ある意味。ここまで部がいいというか、いい数字出してるのもチェルシーくらいなんじゃないかなと。さすがでございます。第4位、はい、リバプール。12回対戦して3ゴール2アシスト。1試合平均だと 0.41。
いやでもこれでもよく抑えてる方じゃないですか。そうですね、うん、まあこちらはマドリー時代も戦ってるってことありまして、マドリー時代に CL では3度対戦します、はいはいはい、まあ、決勝含めプラス1415のグループステージ、うん、こちらの1415グループステージのアウェー戦で1ゴール上げるんですけれども、うん、それ以外では得点なしとマドリー時代は。決勝版の時は点上げてませんと。ああそっか。対戦グループの成績では、うん、まあ1位だったんですけれども、直接ダメージ食らった回数ではビッグシックスは4番目と。お、意外でした。そうなんですよ、うん、第3位アーサル、15回対戦して6ゴール2アシスト、回数で言えば 0.53 回と。なるほどなるほど、はい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 、うん、ね、マドリー時代対戦してなかったので、こちら全部まあユナイテッド時代なんですけれども、うん、まあこんなもんかなっていう感じありますね。まあまあまあっていう、なんかメッシーの方が全然縛られてるなっていう、ね、それは覚えたね。そうそうそう。第2位、はい、マンチェスターシティ。どうしたの？はい、こちらですね、14回対戦しまして、はい、5ゴール3アシスト、1試合平均だと 0.57 回。あー、はい、どうですか、もうあんま記憶ないでしょ、ロナウド。いや、ロナウドはね、うん、まあレアル時代とそんな戦ってないっていうのもあるし、はいはい、ユナイテッドいた時は結構昔なんで。そうだね、うん、ちょっとあんまりね、記憶はないんで、まあ、うん、今年決められなきゃ、まあ、いっかな。そうだね。上々。上々。はい、ということで、はい、第1位。はい。トッシュラウ！なるほど。はい、こちらですね、18回対戦しまして、10ゴール5アシスト。結構一気にガッていきますね。結構ボコられてますね。はい。1試合カウスさんで言うと 0.83 と。なるほど。はいはい。まあ、マドリー時代と多分最も試合戦ったクラブなのかなと。うんうんうん、4回戦いました。はい。1011ラウンド8、うん、そして1718のグループステージで、4回戦って、うん、綺麗に全試合1ゴール奪われてましたね。いやー、でもただレアル時代はね、結構まあ最近強くなってから。そう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 。なんですけども、やっぱり決められ続けてる。そうね、そうね。ただまあこれをノーカウント、くじの引きが悪かった。言うならば、まあ6ゴール5アシストなので、うん、急にこうみんなと一緒に並ぶよねっていう。まあ、そうか、確かに。そう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 。うん、なので、総じて、うん、マドリー時代の、うん、ロナウドと当たってるか当たってないかでやっぱ数字でっかく変わってくんだなと。まあそれはそう。まとめると。それは間違いないな。はい。あとはやっぱり、まあ、対戦回数が多いっていうのもありますし、うん、若い時から入ったってなりますけれども、うん、まあメッシほど異次元な数字は出なかったなと。まあ確かにそれはそうだね。そう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 。うん、なのでこっからちょっと異次元の数字出していこうかなと。お？はい。こっからまたはあの余談でなんですけれども、はい、アトレチコ。35戦戦って、うん、これびっくりしたもんこれ、25ゴール9アシスト。1試合だと 0.97 です。やっぱほんとアトレティコ絶対許さないマンなんだよ。いや本当にね、当たり前ですけど、対戦回数が多くなれば多くなるにつれ、やっぱり、うん、あのこういう数値って低くなるじゃないですか。まあ、そうですね、まんべんなく。一番多いアトレティコってこの数字なんで、やっぱりこの全盛期ロナウドと、うん、年に2回戦わなきゃいけないって相当しんどいなと。挙句の果て CL でもやらされますから。そう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 。挙句の果て UV 時代でもやらされます。ひでえ話やな。ひでえ話なんだもんやな。ほんとよ。うん。続きましてですね、バルセロナ。はい。34回戦いまして、これもすごいですよ。20ゴール3アシスト。いや、すげえよ。0.67 と。こちらも全盛期バルサ相手にこの数字残すので。そうですよ。そうそうそう。ちなみにちょっと面白かったんで、はい、リーガ勢、うん、他のビッグクラブ含め、うんうん、ちょっと他のクラブ見てみようかなと思いまして、うんうん、まずセビージャ、はい、こちら18回戦いまして、うん、27ゴール1アシスト、1試合平均は 1.55 と。こちらね、あのロナウドが一番点取ってるクラブですね。あ、そうなんだ。セビージャが一番お得意としてて。へぇー。しかも18戦で27ゴールって何？おかしい。バグやで。ちなみにですね、ソシエダ。はい。同じレアルつながり、ソシエダなんですけれども、9回戦いまして、はい。全勝。お15ゴール4アシスト。1試合平均 2.11。リーガさん、頼んだっすよ。すごいな、2.11 よ。一試合やれば2点に点絡むと。本当に全盛期を引き取ってくれたリーガさんに感謝かもしれないですね。これ仮にユダイネが残ってたら、俺らの数字、多分もっと伸びとるよ。多分アスクシナルはね、試合以上に決められてる。
後半鬼のように加速してるよ。あーちょっとどんどん数値上がってるか分からんな。ってことですね、今回ですね、クリスティアーノ・ロナウドに芝倉と回数ランキング紹介させていただきました。はい、まあ、言うてもシーズン途中ですよ、うん、まだまだこのデータ伸びますよ、うん、10月から11月にかけて連戦でね、とんでもないことになってる。そう、うん、ここでロナウドがこうどこまで数字伸ばせるか、ロナウドカウンターを動く、そう気になるなというふうに思っております。はい、はい、ということで、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。各種 SNS ゲームチャンネル概要欄からお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。 イヤホンの隙間外の